皆様こんにちは。本日はですね、社内消臭についてやってみたいと思いますが、まあ皆様もね、社内の匂いに関してはいろいろと工夫されていると思いますが、この時期鼻がですね、寒さによって敏感になってくると、よりですね、暖房をかけた時にですね、社内の匂いを感じるということがね、多々ございますが、いかがでしょうか。で、そういう時にはですね、私がいつもやっている方法、これをお試しいただくとね、いいと思いますが、こちらをですね、利用していただくんですね。これはですね、リンゴでございます、リンゴ。まあ、これは青リンゴでございますが、普通のね、赤いリンゴでも同じような効果があるんですが、これをですね、コンビニ袋の中にですね、入れておくと。こんな感じにですね、リンゴをコンビニ袋の中に入れて、足元にこのようにね、置いとくだけでございます。単純な話、これで 2,3 時間ですね、経つとものすごくですね、車内が爽やかな匂いになりますので、今回はですね、それをちょっとお試しいただきたいなと思ってね、映像にしてるんですけどね。で、このリンゴ作戦がですね、すごくね、やっぱ効果的なんで、リンゴに何かあるんではないかということで、いろいろ調べるとですね、リンゴさんが匂いの元であるアリシンというね、物質をやっつけてくれるらしいんですよ。で、天然のポリフェノールがいっぱいあるんで、で、まあ、口臭予防にね、なるとかね、まあ、とにかく消臭にリンゴが使えるっていうのは、どうやら周知の事実で、科学的にも証明されてるということが分かってきたんですね。で、もう一つね、社内でなぜこれだけのいい匂いが出るのかといろいろ考えてみたんですが、多分ね、これじゃないかと思うんですね。この温度、夏場でも冬場でもだいたい皆さんは23度から25度の間じゃないですか、車内って。で、そうするとこの温度帯でものすごくですね、リンゴがいい匂いを放つ何かのね、要素があるんではないかという気がしてるんですね。で、なぜこれに気がついたかというと、もう単純な話、買い物行ってリンゴの入った袋を置き忘れたことから始まってるんですね。の中はですね、リンゴの匂いがいっぱいしてたわけでございますが、すっごくね、重たいね、なんかもう本当に靴の匂いに近いような匂いが一発で消えてるわけですよ。これはすごいぞということで、いろいろと夏場冬場合わせてですね、テストしてきて、やっぱりこれはかなりいけるということで、今回はですね、公開したわけでございますが。で、実際どうやって置くかというとですね、一番効果的なのは、このコンビニ袋に入れてですね、まあ実際はこんな感じで口を開けて入れておくだけなんですね。これね、実験するんだったらば、この方法だけで十分です。で、コンビニ袋の口は閉じずに、こうフリーにしとくんですね。で、まあこの足元ね、特に助手席の足元あたりっていうのは空気を取り入れる口とかね、結構ありますんで、このあたりに置いとくと、実際はですね、早くね、ダクトの中にもこのリンゴの匂いが入ってくれるので、より効果が高いということですね。なんで、まあ最近はちっちゃなね、ゴミ箱あるじゃないですか、車の中に置いとく、ああいうのにポンと入れておけば、あんまりこうゴロ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 動きませんのでね、また皆様で工夫していただくといいんですが、とにかくこのコンビニの袋に入れるとより効果的なんですよ。やっぱりリンゴがそれなりに温まるのかどうか分かりませんが、非常にですね、匂いがよく出ると。で、期間はですね、まあ車両にもよると思いますが、まずね、車の中に 2,3 時間入れとくだけでもう充満しております、匂いが。なので、あとはエアコンを回していただいてですね、2、3日ね、このまま置いとくんですよ。それで一回やめてみて、また匂いがね、出るようだったらまた継続すると。それを繰り返してると、だんだんとですね、臭い匂いがですね、リンゴがなくても止まってきますんで、これがですね、私がびっくりしたところなんですね。で、リンゴのですね、銘柄というのはですね、あまりこだわりはございません。お好きなですね、取り寄せてね、こだわって、買ってらっしゃる方とかいらっしゃると思いますが、お好きな銘柄をお使いください。で、私はですね、この青リンゴの匂い、これがですね、とっても好きなもんですから、青リンゴを利用してるんですね。青リンゴは、結構ね、匂いがね、出るんですよ。なんでね、初めてこの効果をね、体感してみたいという方は、青リンゴおすすめですが、
まあ、さらにですね、匂いをもう消したいと。このリンゴが普通にですね放つ匂いで、一般的な匂いは大丈夫なんですが、もっと効果的にですね早く速効性を出したいという場合はですね、こちらをお使いください。これペンでございますね。え、あら、どっかと被りますね。これ発泡ペンですね。これピコ太郎さん、すいませんそういうつもりでやってるわけではないんですが、私が日常やってた話ですので、ご容赦いただきたいと思いますが、このアップル、リンゴとペンですね。こちらを使ってですね、この匂いをですね、より放出させる方法をですね、ご紹介したいと思いますが、まあ、大抵の最近のボールペンはこんなような構造になっておりますね。で、先っちょをですね、こう外していただくんですよ。で、リンゴにブスッとね、これを刺すんですね。このようにですね、グリ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 っと。これぐらい。要はちょっとね、リンゴに埋没するぐらい。で、こうやってやっておくとですね、匂いがより強くなりますんで、まあ中のね、匂いがどうしても臭いと、相当臭いという方にはですね、この方法ですと、この、今刺したところ、ここからですね、リンゴの匂いがより強く出ますんで、おすすめでございますんで、ぜひですね、アッポーペン、お試しください。ということで、本日はですね、まあ、このリンゴを使ったですね、消臭をやってみましたが、一応ですね、いろいろとお調べいただくとすぐわかるお話でございますので、消臭効果はね、確実にあるということがね、科学的に証明されておりますのでね、ぜひですね、このような形にして、コンビニ袋に入れて、で、車内に2、3時間、まずは入れておいていただいて、どれぐらいの匂いが出るかっていうのをですね、お試しいただくとですね、面白いでございますんで、まあ今、時期的なもので、たくさんね、リンゴ出回っておりますんでね、お好きな銘柄を選んでいただくにもちょうどいいのかもしれません。ということで、本日はですね、リンゴを使った車内消臭をお送りいたしました。ありがとうございました。